こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、小出シンバルの808スプラッシュの8インチ8が並んで縁起がいい感じですね、こちらの、シンバルです。ではですね、今からこちらにセッティングして、これを鳴らすんですけれども、白井ミュージックではシンバル動画販売といいまして、この動画で撮影したシンバルそのものをですね発送するということで、この動画を撮っています。インフォメーションボタンですね、この辺にあの丸 I というですね、ボタンがですね、こうスマホの人はちょっと画面触ると出てきますね、ここに丸 I って、こちらからですね、このシンバルを買う、商品ページにリンクが貼られてますので、このシンバル自体がいいなと思った方はですね、ぜひぜひポチッとお願いします。では音の方を聞いてみてください。どうぞ。いかがだったでしょうか。手で鳴らしても指でこう鳴らしても、あれ手で鳴らしてもスティックで鳴らしても、しっかりですね鳴ってくれて、音量的にもですねあのバランスよく使いやすいと思いました。こういうなんか8インチのこうショートディケイなね、シンバルはやっぱこうタムとこう絡めた時とかもですね、しっかり抜けてくれるっていうのが僕の中では重要かなと思うんですけれども、そのあたりもしっかりクリアしていてですね、あとやっぱ音が安定しているイメージがありますね。そのなりきるところまでのこうところがこうグッとしっかり鳴ってくれるんで、あのなんか音がこうスプラッシュでこういう音が欲しいよねっていうところにですねすぐにこう持っていけて、安定したサウンドが得られるというのが、これのいいところなんじゃないかなと思いました。ということで今回ご紹介したのは、小出808 8インチスプラッシュのご紹介でした。白井ミュージックの白井としみつでした。